皆さんこんばんは。 LJL2020 スカウティンググラウンズ Day2 ゲーム3、本日最後の配信試合ということになりますが、出町屋 VS アイオニアの試合の模様をお送りいたします。実況のイエガレス、解説はリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、先ほどの配信試合ゲーム2の、後ろでですね、同時進行で行われていた試合が、デマシア VS、アイオニア、あ、失礼しました、ゾーンですね、の試合が行われていたんですが、こちらの試合の結果ゾーンが勝利ということになりました。あの、ですのでゾーンが今単独で3勝を挙げてトップということになります。まあ、そして、デマーシャとしては惜しくも敗れてしまったわけですけれども、続いて配信試合ゲーム3にアイオニアと対戦することになりますけれども、いかがですか。そうですね、ここで勝つと、まあ、かなりこう 2-2 で、はい、勝敗がついているチームが並ぶということで、本当にこう実力的にも拮抗しているなというのが分かる、リーグにもなりますし、はい、逆にここでそうですね、アイオニアが勝つと、勝たないとこう1位で並べないという状況にもなっているので、まずは精神的にもメンタル的にも安定させるという意味を込めてここは勝っておきたいというところでもあると思いますね。まあ、ゲーム2ではフレオルドが初勝利を収めてますし、まあ、デマーシアとしてもそれに続く形で、まあ、勝利を挙げていきたい、そしてアイオニアとしてはこう引き離していきたいと、突っ走っていきたいというようなゲームになりそうですね。それでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずはデマーシアのスターターです。トップサイバーステッポ、ジャングルムットン、ミッドメグミ、AD キャリーテレ、サポートファントムデスとなっています。あ、そうですね、ここメグミン選手が、まあ、デマーシアチームとしてではなかったんですけれども、ただミッドレーン、別の試合でシンドラを使って、もう非常に高いパフォーマンスを見せつけていたと、スキル回し一つ取っても非常に見事なものがあったので、ここのパフォーマンスが継続するとよりデマーシアとしては勝ちやすいのかという風な印象を受けましたね。もう本当に一人のパフォーマンスで試合が左右されるぐらいの強さを、はい、彼は発揮してましたからね、今日もちょっと期待したいですね。もともと結構アサシン系のチャンピオンが得意なプレイヤーでもありますから、うん、そういったその自身が得意なチャンピオンの選択もあるかも注目したいですね。そうですね。続きましてアイオニアのスターターです。トップウッシー、ジャングルポポ、ミッドリージェン、AD キャリーイラン、サポートクリニクスとなっています。まあ、ここに関してはもうデュオボット、このミラン選手とクリニクス選手、この2人があまりにもちょっと強すぎて、ゲームが壊れるというような展開もありましたけれども、そんな中でもポポ選手の序盤のジャングルのコントロールだったり、はい、ウッシー選手、まあ、懸念を使ってたんですけれども、そのエンゲージの判断、相手を分断する判断、まあ、かなり正確なものがありましたから、うん、もう結構チーム全体としての完成度っていう点でも優れているなというふうな、そうですね、印象を受けましたね。まあ、強力なボット量を要するこのアウニア、あとはそのミッドレーナーのリージェン選手が、まあ、先日の配信試合ではベルコズを使っていたりなんていうねところもありましたから、結構そのチャンピオンピックも注目して見ていたいですよね。そうですね、ドラフトのところの狙いというのも良かったですよね、うん、結構ドラフトからインゲームまで隙のないチームに仕上がっているなという印象はあるので、このチームが、まあ、次どういった戦術を取ってくるのか、またもう一度このアフェリオスを中心とした構成、はい、ミラー選手、クリニックス選手を中心とした構成を取ってくるのか、またそれとも、ボットレーンに安定させてまた別の編成を取ってくるのかっていうところちょっと気になりますね。まあ、パッチが昨日とは変わって 10.21 ということで、まあ、フェリオスが強化を受けて、まあ、評価かなり上げていってるんじゃないかっていう中 で、まあ、ミラン選手、アフェリオス得意なプレイヤーですから、まあ、バンされる可能性はかなり高いですからね、まあ、他のプランでも絶対用意してるでしょうね。まあ、どんなチャンピオンが飛び出すかにも注目して見ていきたいところです。それはドラフトが始まったようです。ブルーサイドデマーシア、レッドサイドはアイオニアです。なおヨネは使用可能、サミラは使用不可となっております。そういえばヨネを使うプレイヤーが今のところ出てきてないのは気になりますね。ただこのメグミン選手は結構ヨネを使うという情報があるので、はい、まあ、使ってもおかしくないと思いますね。ム、はい、ットン選手に何かしら AP 系のジャングラーを取ってもらって、さあファーストバンフェーズ進んでいます。デマーシア、カミール・サイラスとバンを受けていますが、アイオニアはガングプランク・ケイトリン、ここはまあ
どうでしょうか。あ、出ましたがサードマンアフェリオスをバーンしてきましたね。やはりミラン選手には取らせてはならないということのようですね。さあそしてアイオニアはシンドラをバンですね。まあ、先日のシンドラのパフォーマンスを受けて、ちょっと使わせたくないよということのようですね。さあ出ましたファーストピック、グレイブスジャングルから行きました。まあ、ここに対してポポ選手は2打輪の使用歴もありますし、非常に高いレベルで使いこなせてましたから、ボットレーンで気合の高いジンと合わせて押せるかなとも思ったんですけども、ジンリョウナ先に押さえておいて、後から2打輪を取るというようなドラフトになりそうですね。まあ、このクリニクス選手のリョウナ、はい、やはりエンゲージのタイミング、さらにはレベル2先行からダメージトレンドより取りに行くタイミングというところの判断も正確でしたし、ここがまたしても取れたというのは大きいと思いますね。さあデマーシア、セカンドピックはオリアナということで、今回はメグミン選手かなり早い段階から決めてきました。ミッドチャンピオンオリアナです。安定したピックにするようですね。そしてアッシュでエンゲージ要素と、エディキャリーが多くバーンされているということもあって、サードピック選択アッシュです。デマシア、さあアイオニアサードピックどうしますかね。まあ、ここでジャングル2打り取るのであれば取っておきたいですよね。まあ、取らなければバーンされてしまいますからね。まあ、取っておいていいと思いますけど、まあ、他に何か優先したい、例えばオリアナに対するカウンターとして、はい、まあ、ベルコスをもう一度優先したいということがあるのであれば、ここで取っておいてもおかしくはないですけど、まあ、ただ無難に行くのであればやはり2打りになりますよね。さあセカンドパンフェイズです。まあ、逆に言うとデマーシャとしてはオリアナ対、ベルコゾのマッチアップが嫌であれば、このセカンドパンフェイズしっかりとバウンしていく必要ありますよね。消していっていいと思いますね。さてアイオニアセカンドパンフェイズ、まあ、ベルコゾを優先したいのであればオンであったり、はい、というようなロングレンジから、来るチャンピオンというのはある程度警戒する必要があるということと、まあ、あとはエンゲージの要素、エンジンの部分であるノーチラス、こちらもフックからアルティメットを爆雷で一気に集団戦の形を崩すことができますから、そういったところも警戒してますね。さあノーチラスバン受けてデマーシアはウシ選手の懸念警戒です。バンしました。そしてアリスター、まあ、ファントムデス選手の得意チャンピオン、なおかつレオナに対してもしっかりと戦っていけるチャンピオン消していきましたね。ここまでウシ選手もかなり懸念の使用率高かったですから、警戒するのは当然ですね。さあ、デマシアはラストパンモルデカイザーに当ててきました。かなりウッシー選手を意識したセカンドマンフェイズ組み立てになりました。さてちょっと王のピックとかも、はい、見ているような形ではあると思いますけど、まあ、空いたのであればベルコズもう一度取るよということで取ってきましたね。まあ、一度このマッチアップはこのスカウティンググラウンドでも経験してますし、高いパフォーマンスを見せてくれましたから、かなり期待のできるピックですとなると、アイオニアとしてはラストピックデマーシアのトップレーンのピックを見てからカウンターを当てようというようなスタートになりましたね。そうですね、まあ、ここはトップオン取ってもいいと思いますね。ボットレオナに対するカウンターというところでディセンゲージ要素をブラウンも取っていきましたし、相手ポークがかなり強い構成でもありますから、ちょっとエンゲージ要素がないときついかなっていうところがある中で、ただシェンですか。まあ確かに E の先駆けをうまく駆使すればエンゲージできないこともないですが、ただこの構成でシェンを使うとなると、どちらかといえばやはりカウンター気味な働きになりますね。飛び込んでいくチャンピオンがほとんどいないですからね。これはかなりちょっと序盤に相手に有利を取られると、そのままテンポを握られてしまいますから、はい、それか持ってる選手のアロゴの精度次第ということにもつながっていきますので、できる限り CS の差であったりといったところは広げたくないんですけど、ただちょっと対面に来たのがアーゴットということで、これちょっと全体的にこうレーン強いチャンピオンというのを相手に取られてしまっている中で、どれだけ序盤安定させられるかというのがデマーシアサイドは注目ですね。逆にアイオニアからすると結構もう、タングキラーのアゴット、そして連のところから、まあ、ウェブのプッシュの主導権、そしてハラスで勝っていけるベルコズ、さらにはジンレオナの強力なバーストというところまで取れているので、ここである程度序盤に有利を作った上で中盤以降のポークの展開というのを見据えていく必要なんですね。
まあ、ドラフト結構今回に関して言うと相手の出方を見てからこう選択してきたなという印象アイオニアかなりありますけれども、いかがですか。そうですね、しっかりと例のカウンターを意識している、そして自分たちが使えるチャンピオンを意識しているということで、うん、まあまあ、用意してきたドラフトとは少し違ったのかもしれないですけど、まあ、ジンとニダリーとベルコフのポークのラインっていうのは、まあ、先週から引き続きにもなってますし、そういったところを生かしにかかってくると思いますね。対してデマーシアとしては結構そのウッシー選手に対してのこう警戒っていうのをかなり強く持った上で、まあ、こうドラフトを進めていきましたけれども、そのあたりいかがですか。そうですね、まあ、ちょっと一旦マッチアップ出るようなので見たいんですけれども、はい、出ますでしょうかね。そうですね、まあ、オーンがいれば結構エンゲージ要素も2つあって、まあ、もしくは、まあ、ブラウムが他のチャンピオンになっていればエンゲージ系のチャンピオンになっていればというところではあったんですけど、ただまあレンのマッチアップがあまりにも不利になりすぎてしまうので、そこはカウンターも意識したピックだと思います。ただそんな中でこう取ってきたチャンピオンの中でやはりアッシュにエンゲージ要素が偏っているので、はい、テレ選手のアローの精度がどれだけ高いのかというところがまずは注目になると思いますね。まあ、オーン選択することもできたわけですから、それでもこう支援を優先してきたので、やはりそのテレ選手はかなり信頼を置いてるっていうような裏返しにもなりますよね。そうですね。さあ、それではもう間もなくゲームスタートです。さあ、始まりました。 LJL2020 スカウティングラウンズ Day2 ゲーム3、デマーシア VS アイオニアスタートです。さあ、デマーシアが5人で固まってインベードの動きいきましたが、これはポポが気づいてましたね。気づきましたね。そうですね、ギリギリで気づいて回避することに成功しましたね。カウンターアイオニアボットサイド、ミラン、そしてクリニクスがラプターの横のブッシュにワードを一つ置くことに成功しました。そしてこれ相手のレッドバフからのスタート選択しますか。そのまま入っていきましたね。まあ、自陣ジャングルが狩られる危険性もあるということを考慮して、まあ、先に入ってしまうということですね。これが成功すると、まあ、ムットンのルート選択にもよりますけれども、3バック管理を行える可能性ありますね。一応ワードでチェックはしますけど、これで気づきましたね。映ったのでどうでしょう。ムットンがしっかりとそれを阻止することができそうではあります。ポポレッドバフのスティールに成功。そのままポポはボットサイドでファーム、相手のボットサイドでのファームを継続します。ボットレーンではテレがまずボレーからオートアタックと重ねていく。ファントムデス冬の闘争、ミランにヒット。体力かなり削りましたよ。これは非常に大きいですね。ただ無理をしすぎるとジャングラーは縦寄りの形を取ってニダリがボットサイドいますから眼光を受けてしまうので、ここは冷静にプレイしていく必要がありますね。さあ、インターフラッシュからクリニクスデブレイク、テレはクレンズ解除しましたが、ポポがやってきている。レベル2ポポ、ただテレフラッシュも使わずの対象、ファントムデスにスタンが入りましたが、おお、逃げ切ったかに思われたファントムデス、槍を当てたのはポポでした。さらに今体力を削ってだいぶのプレッシャーをかけようとしてますね。再びレベルになりました、ミランクリニクス。フラッシュはまだ足残ってますから、レオナの E を避けられればというところではありますけど、なんとかテレもウェーブをクリアしてタワー下にミニオンを押し付けられないようにしてるんですが、ポポのプレッシャー、ムットンは反対、トップレーンでプレッシャーを作り出そうとしています。さあ、ウェーブが押し付けられた。ただファントムレス、デサメから上がってきています。ゴールできてボレーのスロー、そしてトップレーンではタウントが決まった。このサイバーステッポのタウントからウッシーのフラッシュダウンに成功です。デマシア、ここはうまくテレ選手 W を使いながらウェーブ押し付けられないようにしてというところで時間を稼いで動き、素晴らしかったですね。さて、トップレーン、ボットレーンと激しく攻防お互いありましたが、キルを取っているのはアイオニアです。さあ、トップレーン、ウッシーフラッシュがありませんが警戒しなくてはいけないこのタイミング。さあ、ポポはボットレーンでリットスカトルのコントロールをまず取ります。スキルショットめぐみん選手としても正確に避けていきますね。ウェーブのプッシュの主導権というところでは少し負けてはしまっていますけど、十分戦えていると思いますね。さて、ポポこの位置で、リコールからミランが今レーンに戻ってこようというタイミングです。クリニクス、ゼニスベレルから入りに行った。合わせてポポが槍を投げ込む。競争曲のスネアも合わせて
さあファントムレス、テレの元へと飛びついて、なんとか距離を取ることには成功。不意の逃走のスローがポポに入ります。ただこれやり、テレフラッシュ残っていましたが、フラッシュイン追撃ミラン、お叩くお叩く、あと一発。さらには競争局、ここはファントムです、しっかりステップで避けました。1キル獲得はアイオニア。やりは縦でカバーします。いや、ここのところもジャングルが縦割りしているというところをしっかりと生かして、逆にちょっと出回しサイドとしてはその中でも、はい、まあ、ウェーブのコントロールを取られたくなかったということですね。レオナがミニオンのタグルを引いてウェーブを止められたくなかったので無理をしたんですけど、そこを逆に疲れてしまったしなりましたね。かなり槍の精度高いですね、ポポ。フラッシュ先にしっかりと当たるように打ってましたね。いや、ムットンはこれなんとかボットレーンに立て続けにプレッシャーをかけられてますから、逆のトップサイドでこう作ろうとしてるんですけれども、うまくウッシーさばいてますか。アーゴットがしっかりとウェーブの主導権取って大ウェーブ作られないようにしてますね。さあポポ縦割り継続しますか。ラプターのスティールです。ここちょっと改善しないと、足があるを覚えたタイミングでのビルド差がどうしても激しくなりすぎて自身からアクションを起こせないということで、この縦割りを強引に解除しようという動きになってますね。ムットン選手、ムットンが合わせに行きました。ポポと出会う。さあ 1V1 エンドライン、スモークスクリーンは入っていない。ポポがスマイト取りました。さあ守りに来たファントムデスを狙いに行くのはアイオニア。テレの元へ飛んでいくが、ポポが追撃だ。スタンが入ったクリニクス、しかし後ろからリージェンやってくる。近く隊列ノックアップ入ったのを受けて生体破壊光線で、あと一発というところですが、サイバーステップの終身後方守りきりました。しかしリージェンのダメージ届き切って1キル獲得。ただショックウェーブからうまく返しているのはデマーシャ、ツーマンノックアップから、そしてスモークスクリーン、リージェンのスロー、サイバーステップはその間にポポに届いていました。デマーシャキルを返して、デマーシャも2キル獲得になります。テレ選手のフラッシュがないということを判断して、すぐさま寄ってきたリージェン選手、フラッシュインから足を取りに行く動きまでは良かったんですけど、シェンの瞬身後方で少しダメージ計算狂わされて、もっとテレポートで裏に飛んでいる。ウッシーテレポート、クラウドドレイクを取った後ミランが下から追ってきます。さあ競争局はスネアにはならない。ただウッシーが入っていく、入っていくデスグラインダー、クイックドロー見てからムットン、素晴らしい対応です。いや見事ですね。ここ裏からテレポート入ってきているところ、物資に隠れながらまだ行くんですか。まだ行く、ポポ強気だぞ。一旦レッドワフリセットかかりますが、ウッシーがいる分だけアイオニア、このボットサイド人数有利あります。これは無理はできないですね。そしてもうすぐさまアッシュスワップの判断、まあ、ウェーブの状況的にトップウェーブカバーしないと経験値のロスが激しいだろうというところで、トップレーンに行ってウェーブを焼き切る判断、見事ですね。ここまずあえてがボットレーンカウンター取ってくるところに対して人数を先に寄せて、トップレーンのウェーブの勝機がウェーブのサイドにありましたから、この人数差を生かしての仕掛け。いやここは綺麗に決まったんですけど、まあ、その後の手の出身後方人数差というところをフルに生かされてしまいましたね。遅れての合流にはなりましたけど、オリアナの職員もしっかりとタリンを決めてというカウンターになってますし、ただその後のテレポートの有利というところを生かしたウッシー選手の仕掛けが外れてしまったので、アイオニアとしてはこれかなりモッドサイドでゲームを作ろうとしているところでカウンターをされてしまったという最序盤のスタートから比べるとちょっと苦しい展開に、はい、なってきましたね。こう縦割りを継続しようとしたポポに対して体当てに行く判断も良かったですね。ムットン良かったですね。これでテレ選手もレベル6になった状態でカトラスがもうすでに完成しているというのは大きいですね。さあポポはレッドを買ってリコールです。ただカトラスなんですね、はい、まあ、最上のダメージというところを意識して、まあ、足がここでダメージを出さないと、ここにダメージを出せるプレイヤーが、オリアナは結構ダメージが出るまで時間かかりますし、いないという判断でウィンドキングベルトの選択ですか。エンゲージがかなり圧縮に偏っているので、うん、まあ、クリティカルを積んでいって SS リーバー等々でクルーズルダウンを稼ぐと
昨日悪くなかったかなと思ったんですけど、まあ、でもここまでのテレ選手のプレーを見ているとそのクールダウンがなくてもしっかりと要所要所で当ててくれそうだなというのは伝わってきますね。さあポポこのタイミングでブルーバフスタート、リージェンが取りに行きますがヘラルト始めていくのはデマーシャですね。ここで強気にミラン、クリニクスがコントロールワードを破壊しに行きます。カバーするのはポポです。ただまあこれで、まあ、左がボットサイドにいるのもおそらく分かったと思いますから、はい、無理はしないと思いますね。トップでグレーブスも動いてますし、メグミもボットサイドに動いてましたね。おっと、ただリージェン寄せて継続しますか。オリアナの位置というのは見えてますから、こうボットレーンに寄ってくるところをちょっと狙ってやろうというような動きにも見えますね。一旦やめます。アイオニア、リージェンミッドに戻ります。まあワードを破壊するところで、はい、ニザリーの E が一陣に入っているのをまあ、出ましたサイドも確認してたと思いますから、ここはまあ警戒しましたね、うん、さらにスカウトフォークを飛ばして確認もしました。リバーにポポの位置はありませんでしたから、まあ、ポポの位置はまだバレてないですね。ボットレーン、そしてここから入りに行きますか。しっかりとリージェン選手ミッドレーンのところのコントロール取り切って、うん、先ほどから常に先に動けているというのが大きいですね。まだ継続します。ポポ本当にこのクリニクス選手そしてミラー選手この2人への信頼というのが熱いですね。ここを育ててさえすれば自分たちは勝てるんだぞと自信がかなり見受けられますが、ソーラーフレア真ん中でヒット、クリニクスお見事。ここよく当てましたね。ちょっとサイドステップで避けるような動きファントムデス選手としても狙ったんですけど、そこを読んでしっかりと中心で蹴っていきましたね。さあなんとか決めたいボットレーンでしたが、ポポ時間はこそ使いましたが決めることに成功しました。角度がちょっと狙われ続けているデマーシャとしてはこのボットレーンになりますが、どうするのがいいんでしょう、デマーシャとしては。まあアッシュのアローがないことにはちょっと仕掛ける手段というのもないですから、うん、こことあとはサイバーステップ選手のこのシェンダーアルティメットというのを使ってカウンターの用意というのは的確にしていくべきですね。ただカウンターをするにはやはりブラムのアルティメットが非常に重要なスキルになってますから、はい、まずはレベル6しっかりと迎えることが重要ですね。ウシ見つけて仕掛けていく、リージェンのカバーです。一旦引きます。さあポポはマウンテンドレイクの選択、ウッシーはもうテレポートがクールダウンということもあって歩いて寄る動きになりましたが、これトップにエラルド召喚します。ボットサイドにこれだけ人数かけてますから、ここはフィリー取れるだろうというような判断ですね。もうこのタイミングではちょっと中断戦せずに、あーオリアナもルーネーコーに向かってますから、ファーストアイテムの完成というのを待ちたいですね、はい、フィナーレ展開、ボットレーンタワー奥、ファントムですが盾を構えながらリージェンに対してテレがクリスタルアロー動きを止めました。ソーラーフレアはテレに飛びついてファントムですうまく回避しています。ウッシーはトップレーンのタワーなんとか守りきっています。さあタワータイムの判断継続していくのはアイオニア、ポポが槍を一投投げますがその間にトップレーンでウッシーが眼光を受けている、フラッシュアウト成功、ウッシー体力こそかなり削られましたがデスは免れました。ただこれ4人でずっとボットにプレッシャーかけてますから、そうですね、ミッドレーンは1人でめぐみ選手がプレッシャーかけられますね。まあ、足の CS とベルコズアゴの CS、 あとはタープレートのトレードという結果になりましたね。武士はミッドをカバーする選択にします。さあファントムレス狙っていく、氷河のレッグを合わせてクリニクス、ゼニスブレイズそのファントムレスに飛びついた、ただサイバーステップ終身後方、さらにはテレポート、メグミショックウェーバーリージェンが受ける形になっていますが、クリニクスがその飛び込んできたサイバーステップにスタンを当ててアイオニアが反転成功、カウンター1キル獲得、さらにはミランがもう1キル2キル獲得、アイオニアです。ポポまだ行く、デスクラインだ、しっかりと当てる、ウッシー競争曲のスネアですが初形のラインには入っていない。
リギリ耐え切りましたね。ボットレーンでの攻防でした。出回しはカウンター狙っていきましたが、アイオニアが押し切った。そのまま左ブルーチームのパワーが破壊され、レッドバフは、ああただ取れましたね。ムットンしっかりとムットン選手を抑えましたね。ここのところの仕掛けでも、まあ、やはりアシュナロがギリギリ上がっていなかったと思うので、ブラウムの強引なアルティメットからの仕掛けだったんですけど、捕まえきるところまではいけませんでしたね。ボットレーンのアウタータワーも獲得しています。で、終身候補とブラウムの使いながら、そうですね、まだアシュナルメット上がっていないというタイミングで CC 点がうまく決まらなかったと。これよくショックウェーブ、ミランとポポ回避しましたね。奥に打ってくるだろうというところで横にずれていく動きでしたね。移動速度非常に速い陣のサイドステップで相手のスキルショットを避けつつダメージを出していく動き、うん、非常に綺麗に決まってましたね。さあキルを多く獲得しているのはアイオニアです。15分段階グローバルゴールドは約1000ゴールド有利アイオニア。装備で見るとかなりこのミランがカルを購入してストームレーザーできてますから、かなりゴールドでは待っているが、ミランが当てたクリスタルロー手でしっかりとヒット。ミランフラッシュありません。合わせてファントムです。スタンまでしっかりとつながりました。出回しや、いやよく当てましたね。今ジーンはもうスイフトネスブーツまで完成しているので移動速度非常に速いはずなんですけど、そこを正確に打ち抜くこのスキルショット精度の高さ、見事ですね。テレのクリスタルアローからのキャッチ成功。さあミランデスターマーに入っているこのタイミングでリフトエラルドに触ります。出回しやソーラーフレア狙っていくか、メグミンには当たりません。ここはジンが遠いですから無理をすると怖いですけど、そうですね、槍は放ちますがしっかりと出ましたがリフトエラルド抑えました。諦めて次のドレイクをしっかりと取っていくという動きになりそうですね、はい、ネクストドレイクはインファーナルドレイク、ともにドレイクスタック数は1という中で先行するのはどちらになるか。フィナーレ展開アイオニア、さあ全体的に体力を削っていったミラン、これだけにリコールを強制させてリバーに力を出せない動きですね。ボットレーンサイドの視界をアイオニア取っていきます。アーゴットもこれブラッククリーバーが完成しているタイミングでもありますし、はい、まあ、ここでは優位にファイトを狙っていく形を取っていきたいというのがアイオニアサイドの狙いになっていると思いますね。かなり徹底的にこの段階でボットレーンサイドにコントロールワードを多めに置いていますアイオニア。このレッドバフ裏にコントロールワード1つ、ドラゴンピットに1つ、そしてミッドのサイドブッシュに1つというムットンがそのコントロールワード1つ破壊に成功します。レッドバフ裏、さあインファナルドレイクがアップしました。サイバーステップ下からポポとリージェンで追い返します。スカウトフォークを飛ばして視界を確認。デマシア槍を投げるポポ、まずは冷静に槍と、あとはベルコズのスキルショットでうまく体力を削っていきたいというのが狙いになってますね。ウッシーがインファナルドレイクを起動、ミランが競争局でのキャッチを狙いましたが、これはうまくファントムです回避しています。ブルントリンケットで視界を確認、ドラゴンラッシュの判断アイオニア。デマーシアはこれを取りに行くのではなくてミッドレーンにヘラルドを召喚してアウタータワー狙いに行きます。さあルートをカットしたいですがどうだ、タックルはうまく決まってアウタータワーの破壊は出回しやです。まあ一つ最初に取っておいたと言われまして実感しますね。これ狙いますよ、ソーラーフレア、メグミンがスタンになっている。そして横からセーター破壊構成、氷河の烈光でなんとかそのセーター破壊構成を止めたもの、全体的に体力はロー。しかしテレが横から来ていたリージェンにフォーカスをうまく切り替えて1キル獲得、出回しやも成功しています。1トレード、さらに飛び込んできたウッシーをサイバーステップが捉えての2キル。出回しやボールのダメージもかなり出ている。アイオニア下がらせてデマーシア2キルで2トレード、有利なトレードとなりました。ここは自身のディスエンゲージの強さというところをしっかり生かしたカウンター成功しましたね。今のところのレオナのオールイン対して瞬身誤報と、あとは氷河の烈光の打ち方が良かったですね。
リージェンのアルティメットセーター加工性止めるために使っていきましたね。おっとサイバーステップの位置見えてない。スネア入った、コラテラルダメージですがわずか届きませんでした。いや移動速度アップでギリギリ切りましたね、はい、ですね。ここのオールイン対してですけど、クラムがそのようになってさらにアルティメットをベルコザ側に打ったことによってセンター飛行船キャンセルを受けて、なおかつショックウェーブまで合わせられました。というのは非常に大きかったですね。アーゴットが W 起動するまでしっかりと先のように止まり、はい、アタックも奥赤のフィールドというのも待ってましたしね。さあ集団戦のうまさというところをまず出ました、見せていきましたね。さあ20分過ぎました。グローバルゴールド、ここでデマーシアが有利に切り替わっています。アイオニアとしては、まあ、自身が集団戦勝つためには、まあ、やはりちょっと冷静にフォークを入れていく必要性がありそうですね。左とベルコズ、この両目のフォークをしっかりと入れる、もしくはもうベルコズが安定してアルティメットを打ち切れるポジションを取っていく。フレッドバフスティール成功した。ムッドもソーラーフレアから、さらには横からのセーター配下構成。リージェン、ミランとリージェンが1キルずつ獲得しています。そしてウッシーテレポートでこのトップレーンに合流してきて、バロンラッシュの判断。アイオニア、まあ人数差2人ついてますからね、これはできるという判断になってもおかしくないですね。スカウトホークでテレ確認しましたが、バロンを止めに行くのではなくてミッドのインナータワーを取りに行きます。テレ、アーゴットはバロン早いぶりのチャンピオンですし、これは諦めてオブジェクトのコントロールトレードにしましたね。バロン獲得です。アイオニア、ただアイオニアのこのクリニックス選手だとリージェン選手、この2人のスキルショット精度の高さ、はい、素晴らしいですね。先日の試合でも非常に当てるのが難しいベルコットの Q を2人に当ててというシーンなんかもありましたけど、はい、今回もレナナアルティメット何も指示かかってない状態から当てて、なおかつそこにノックアップ、うん、当てていきましたよね。はい、入れてきましたが、これちょっとウッシーがポットを守りに来たところを狙いに行きました。デマーシア、うまくこれ罠を敷いていましたね。デマーシア、これは気づくのは非常に難しかったですね。さあウッシー打ち取ることに成功したデマーシアですが、ミッドのアウタータワーをリージェント、クリニクス、そして後ろからミランが来て破壊に成功します。ポポはトップレーンです。そしてこういったバロンを取られている時間帯というのは正面からの5対5を狙いづらい時間帯でもあるので、結構こう打開策としてサイドレーンの1人浮いたところを狙いに行くというところがあるんですけれども、うん、まあ、キャッチが難しい構成の中でそれをしっかりと出回したサイドとしては狙うことにまずは成功しましたね。これでまあアイオニアとしてはちょっとその仕掛けられるタイミングっていうのを作り出すのが難しくなりましたね。タワーもそうですね、アウタータワーの破壊のみとどまってますし、ちょっと最低でも次のインファントドレイクは確実に抑えたいというような展開になってますね。さあインファーナルドレイクはあと30秒でアップします。ここまではドレイク獲得数アイオニアが2スタック、デマーシアが1スタックとここまでの試合展開になっています。ここでドレイクのアドバンテージを取っておくことで、まあ、フォークのプレッシャーをより活かしやすくもなりますし、ソウルが取れれば、うん、その自身の強力なフォークというのがさらに伸びていきますから、ここは何としても抑えたいでしょうね。ポジション取ったアイオニア、インファナルドレイクアップです。コントロールワードドラゴンピットに一つあるのはデマーシア、サイバーステップムッドの下から来ていますが、そこに対してただタウント2マンヒット、そして合わせるメガミンのショックウェイは3マンヒット。リージェンは逃れ、なんとかセーター開放戦ダメージを与えたところにウッシーがデスクライダーから1キル取り返しました。瞬身後方でうまく味方を守っているのはサイバーステップ、ただ全体的に体力がロー、それを見てアイオニアは反転決意、槍がメグミンに突き刺さる。さあそしてエコーが跳ねたその先テレローヘルスでした、倒される、槍は当たる当たる、ポポダブルキル獲得となった。アイオニアが一気に3キル獲得です。さあ逃げるサイバーステップ、ムットンがレッドサイドの陣営の方へと向かっていきます。エクセキュートにはしかしなりません。サイバーステップは逃げ切りました。いやー今のところデマーシャとしてもかなりいい形での入り方
ミラン選手が浮いてダブルを打ったところにすぐさま、先駆けで入っていくことで CC チェインショックウェーブまで決めてたんですけど、そこで5人こう一気に重なったところを逃がしませんでしたね。このベルコスのアルティメット一気に相手の体力をほぼ全員半分くらいまで削って、そして削れたところブッシュで待っていたポポ選手が相手のキャリーを一気にバーストで落としていくと、まずは一発当てて次も当ててと、いや本当にスキーショットのセレットが正確ですね。この次もここは外したんですけど、その後、はい、もう一度シェーンに打ったところでもう絶対に当たるということでフラッシュ吐かされてますからね。気持ちいいぐらい当たりますねポポ槍が。いや二台の槍って、はい、結構使ってみると分かるんですけど意外と遅いんですよ。なのでこう最大レンジで当てようとするとかなり相手の動きを予測する必要があるんですけど、そこ正確に行っていきますね。さあこれでドラゴン獲得もアイオニア3スタックとなりましたが、ミッドレーンを狙っていくか。デマーシア、クリスタラロ、リージェンがスタン、ノックアップも合わせてショックウェーブも入りました。デマーシア、テレのクリスタラローからの客成功。ただボストのリバーではソーラーフレア、ノックアップも受けながらポポがアンストッパブルとなっています。狙われたのはサイバーステップ、11トレードになりました。いやここはん今のところリージェン選手、今のところ集団戦で一番ダメージを出していたプレイヤーというところを真っ先に落とせたので、はい、ここ非常にチャンスだっただけに捕まってしまったのもったいなかったですね。こう寄ろうとしたところを狙われてしまいましたね、サイバーステップ。そうですね、全体的なイメージとしては挟み撃ちをするというところがあったと思うんですけど、はい、そこがちょっとチーム全体と情報を共有できていなかったですね。これでまあ1キル取り合ってお互いにまあここからアクションというところにはつながりませんが、まあこういった動きで正確にベルコズを打ち抜いていくことができれば、はい、集団戦の勝利というのもぐっと近づくと思いますね。さあネクストドレイクまで2分30秒というこの段階、アイオニアが獲得すればインファーナルソウルとなります。ただそれよりも前にバロンがアップするんですよね。このプレッシャーをアイオニアとしては生かすと思いますね。バロン前陣取ってポーププレッシャーでどんどん相手の体力を削りながらリコールを強要して、そしてドレイクを安全に取っていくというのが狙いになっていくと思いますね。デマーシアもバロンサイドの視界重点的に取り返していきます、うん、それをされてしまうともうかなわないので、しっかりと、バロン周りの視界を取って相手をそこに近づかせない、そういった環境を作ることができればその時間帯にポークを食らうこともないので、次のドレイクをフルヘルスの状況で睨み合いできると、うん、ただこうテレのクリスタルアローが先ほどからかなりいいですから、またそういったシーンからとクリスタルアローからというシーンもそう期待してしまいますよね。そうですね、本当にそのドラフトのところから信用しきっていたわけですけど、はい、その期待に応えてますよね。ボットレーンではウッシー対サイバーステップ、ウッシーレベル14、テレポートもあります。サイバーステップもテレポート瞬身護法ともにある状況。さあミッドレーンまた狙うか、テレクリスタルアローミーランにヒット。さあしかし素早く差して解除、ここはミランも察しが変えていたことが大きかった。ただ当たりますね、本当に当たりますね。先ほどからキャリー陣、ジン、ベルコズ、ジンと正確に当てていってますね。これで察しを使わせたデマーシェの判断は、いやただこれ触るのはできないでしょうね。触ると防御力低下しますから、はい、ベルコズ、ジン、ニダリの長射程からのフォークで体を削られてしまって今取った有利というのを全て失いますから、ここは触ることなく一度リコールをして相手にバロンを警戒させてドレイクにしっかりと向かっていくのが、はい、一番重要ですね。これテレとしては、まあ、SS リーバーのビルドではないですから、クリスタルアローのクールダウンがそこそこあるということで、ミランのサッシュのクールダウン中にこうクリスタルアローもう一発というのはなかなか難しそうですね。そのようですね。おっとテレポートエーションムットン、その先にはアイオニア4人いました。
これちょっとドレイクが湧くタイミングだったのでそちらの方に、まあ、行かなくてはいけないということで行ったんですが、まあ、ただ行くにしても全体で行きたかったですね、はい、チーム全体で。さあイオニアとしては、まあ、願っても見ない形でインファーナルソウル獲得までつながりました。これちょっとニタリのより当たった時のダメージ、はい、バカにならないですね。本当に体力半分ぐらい飛ぶんじゃないかっていうぐらいのダメージ出そうなもんですけど。さあそしてインファーナルソウル獲得からバロンサイトへと寄っていきますが、バロンピット、そしてバロンピット付近にはアドを受けてはいます。デマーシア一旦リコールを選択するのはアイオニア。いやただこれで本当にベルコズをしっかりと打ち抜けないとインファーナルソウルもあるのでダメージが凄まじいことになる。ソラリのロケットとか変えるとまだなんとかなるかもしれないですけど、それでも苦しいのは間違いないでしょうね。一応オリアナももうすぐラバドン完成して、足はもうスリコー完成してますから十分ダメージが期待できるんですけど、まあ何にしてもこのベルコゾをどうにかしないとというのは変わらないでしょうね、はい、ミッドウェーブを押し込んでトップサイドに流れていくアイオニア。サイバーステップはボットレーンのプッシュ継続です。さあどうするか。いやちょっと本当にすごい、これソラリがないと、はい、太刀打ちできなさそうですね。ちょっと今の段階で当たるのは難しいということですよね。デマシアは最低でもオリアナのラバドンがないとダメージ追いつけないですから、はい、まあ、ちょっと少しパーも待ちたいが、そうですね、いやボットレンダーウッシーが 1v1 圧倒しています。まあ、実際にどれくらいダメージ入るかですよね。ちょっとベルコズの9か、はい、まあ、左の上に当たってみてもらわないとわからないんですけど、いやちょっと当たったらただ致命傷なんで。あーこれはアイオニアファーサイトオルタレーション使わせました。さあスキルを使いながらなんとか手前から手前から視界を取っていきます。デマーシア待っている。クリスタルローリージェンに当たったぞ。さあメグミが合わせてショックウェーブ、テレが下からフラッシュアウトをしましたが、いや逃亡許しません。やはり当てますテレ、ここも当てますか。さあ狙いのリージェンベルコスを取りましたよ。これはかなり大きいですね。バロンまで取れればですけど、左の槍正確に受ける必要がありますね。あとはジンのアルティメット入っていく。ボボ一旦出ます。さあファントムですがバロンのダメージをかなり受けています。さあそしてここでフィナーレ下がらされる。バロンリセット競争局が避けました。あれウッシーも合流させてプレッシャー継続、センスブレードから入りに行った。スタンが入ったサイバーステップをデスグラインダームットンが受けます。ただ槍のダメージやはりというべきですかね。オリオナタルクが一瞬で決めました。これで戦えなくなりました。デマーシア体力のアドバンテージ作りましたからバロンに対してのプレッシャー、はい、反対にアイオニアはリージェンがデスタイマーから上がってきて合流できるこのタイミング、体力有利を生かしてのバロン。足なるモセがある。ファントムです。ムットンテレで見に行きます。ソーラーフレア当たったムットンにゼニスブレードで入っていくクリニクス。さあただうまくクイックドローで距離を取ったムットン、クリニクスを引き込んだ。さらにはテレがフリーでダメージを出していく。リージェンを打ち取ってメグミン、バロンを取ったのはアイオニア。さあここから追っていくのはウッシーです。スカウトホークで視界を確認、スローは入りませんがサイバーステップ届きそう。追っていく追っていく、スローが入った。競争局スネアうまくカバーしたミラン、ウッシーを守りました。ただこの状況かなり絶望的な形での集団戦だったんですけど、はい、デマーシャーとしてもキルを返すことには成功しましたね。人数下がる集団戦の中で、まあ、判定をすれば勝てるというのをアイオニアサイドとしても分かっていて、一気に相手のジャンガーにプレッシャーをかけて判断。いやこれサイバーステップをヨークリージェンのセーター回構成タウンで止めに行きましたね。ラッシングのタウンと、はい、ボールショックウェブが少しギリギリ届かなかったのでリージェンとしてもあそこでアルティメット打ったんですけど、ここ見逃しませんでしたね。
もそれに合わせてしっかりとテル選手もフラッシュインしてますし、いやしっかりと連携取れてますね。バロン獲得はただアイオニアです。全員デスタイマーから上がってきています。このミニオンの強化しっかりと使って、まず相手に体力のアドバンテージを作る方向を入れること。先ほどからこう5対5の形すぐさま当たってしまうと、ちょっとイーブントレードをずっと狙われてますし、はい、いい形でスキルショットも当てられてますからね。まあ、槍とベルコトのスキルショット失敗してもいいと思いますね。うわ痛すぎる。これを2回3回と入れていくことが重要ですね、はい。なんとか守りますが、出回しやエルダードラゴンまで時間がありません。さあエルダードラゴンをフォーカスしていくのはアイオニア。体力的な有利というところはそこまで取られませんでした。出回しやも当たるチャンスありますね。フルトリンケットで視界を確認、コントロールワードで無効化されているので再び視界がなくなります。ここは一人で触りながら相手を近づけて、その間に方向を入れたいと。電離炸裂弾の動きが見えましたが、ムッドどうだ。クリスタルアローはウッシーが開けます。上からファントムです。なんとか氷河の烈光でリージェンクリニクスをノックアップした。下からサイバーステップをウッシーが継続。ソーラーフレア、ムッドンにデスグラインダー処刑決まった。スティール許さずアイオニア、エルダードローン獲得です。さらにはサイバーステップがスタンに捕まってトリプルキル獲得はリージェン。フィナーレ決まって、テレも残さず取っていきます。アイオニアエース獲得。最後のところの集団戦、ドラゴンがギリギリ間に合うか間に合わないかというところで焦りましたね。スティールを狙いに行くプレイヤーとベルコトを狙いに行くプレイヤーというところで分かれてしまったために、うまくダメージを合わせられないという結果になりました。いやただ全体的にこうゲーム最上の作り方という面でアイオニアがしっかりと勝っていて、インファーナルソウルまで抑えられたというのが本当に大きかったですね。あミッドレーンウェーブを仕上げて、ここでファントムデス上がってきますが、ネクサスを破壊し勝利したのはアイオニアとなりました。ゲーム最初盤からのボットレーンから組み立てていく動き、少し過剰になりすぎた部分があって、タワーの破壊であったりタワープレートの獲得というところを許してしまうケースはありましたけれど、ただそこからのボットレーンの寄り、はい、あとはリージェン選手のミッドレーンを押し込んでからのサイドレーンによる動き、ベルコズでですからね。もちろんそのオリアナに対してのカウンターマッチアップしっかりと生かして、ジャングルに寄与していく動きっていうのは分かるんですけど、そこからのさらにはボットレーンへのダイブの動きだったりっていうのをベルコスで行うというのは本当に素晴らしかったですね。すでに常に先手先手を取って動いているシーンというのがかなり多かったですよね。多かったですね。少しでもちょっと立ち位置ミスってしまうと、はい、まあ、シェンの先駆けで捕まるシーンなんていうのもありましたし、ああいった形ですぐ崩れやすいチャンピオンなんですけど、そこを正確に決めていったリージェン選手の動き素晴らしかったですね。まあ、そして負けてはしまいましたけれども、エディカルのテレ選手のクリスタルアローすごかったですね。精度が毎回ベルコズかジンを打ち抜く、はい、素晴らしいスキルショット精度だったんですけど、最後のところはクリニック選手がしっかりと壁になってベルコズを守りきったことで集団戦勝ち切りましたね。やっぱりこうベルコズが見えたタイミングでのドラフトっていう部分で2つともちょっとディスエンゲージ系のチャンピオンを取ってしまったことが、まあ、アロは正確に当たっていたんですけど、そこから続けて何かをしていくっていうところでちょっとロスが発生してしまっていてというのがあったので、まあ、もう一つ何かインゲージあってもよかったのかなというところは感じましたね。さてそれではこれで、まあ、結果的にアイオニアが3勝目ということで、まあ、トップを走るゾーンと並ぶということになりましたね。さあ以上をもちまして本日の試合すべて終了となりますけれども、はい、リクエストさん本日の試合改めて振り返ってみていかがでしたか。そうですね、その大会のメタ、はい、ワールズのメタっていうところよりもこう全体的に強気に自身が出せるチャンピオンのピックっていうところと、あとは戦略に合わせたピックですよね。エディキャリーを守るピックであったり、あとはしっかりとオールインできるチャンピオンを合わせていくピック、逆に相手のオールインに対してカウンターをしっかりとできるチャンピオンを合わせていくピック、はい、っていうところで結構その2日目にしても
1日目とまた違った戦略をしっかりと用意してきているチームが多かったなという印象を受けましたね。本当にこの日を追うごとに完成度が上がってきているので、明日以降、はい、またこうどれだけ完成度が高まっているのかっていうのが楽しみになる、そういった試合内容でしたね。本当に1日でガラッと変わりましたからね、うん、ちょっとここからもう どこまで行っちゃうんだってね、我々としてはすごい期待感が高いですね。さあそれでは本日の試合結果を踏まえて現在のランキングの方を確認していきましょう。はい、ということで、現在アイオニアゾーンが3勝ずつで並んでいると。そこをノクサス、フレオルド、あ、フレオルド配信の裏の同時進行に行われた裏の試合の方で勝利を挙げて2勝目で一気にこうデイ2で稼ぎましたね。そうですね、1日目の、うまくいかなかった部分というところをしっかりと修正できているということのようですね。さあ続いてこのデマーシャ、ビルジョータときますが、ちょっとこうデマーシャとビルジョータデイ2でつまずいてしまったかなということになりますか。さあそれでは、次回のスケジュールの方は、こちらとなっております。LJL2020 スカウティングフランズデイ3はこちらの3試合を配信の方でお届けいたします。このところで、2日目にはなっているんですけれども、はい、まあ、今までの、4試合、ですかね、各チーム行ったと思うんですけど、うん、そこの4試合ずつというのはしっかりと、LJL チームのコーチの方がしっかり見てくださっていて、はい、もうすでにフィードバックをいくつか受けているチームもあるという中で、まあ、2日目にして、完成度がガラッと変わってきているというところもあります、うん、そして今日の試合もフィードバックしっかりと行われていると思うので、明日またこう完成度が高まっているというところを期待していきたいですね、はい、明日の、こちらの試合の模様は明日10月29日木曜日20時より、まあ、今日と同じ時間からの開始となりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。それでは本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。